吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。今日の未明には私が住んでおります町田市の成瀬や小川という新興の住宅地ではおそらく町ができて以来と思われるこの拳銃の発砲事件が起きました。現在捜査中ですが、先日この町田市ではこの生駒町のカメラの後方でこの原町田方面でこの拳銃の発砲事件が起きまして、相次いで同じ関連の事件ではないかというふうに警察では見られております。この町田駅の近辺では今まで何度か事件が起きておりますが、私が住んでおりますこの JR 線横浜線の一駅隣の成瀬駅周辺ではこうしたことは一度もなかったということで、この他の地域の皆さんからすると町田市全土がこの暴力事件に巻き込まれているというような印象を持たれるかもしれませんが、そうあってほしくない。大勢の人たちがこの通勤に使っておるところでありますし、数十万人の人たちがこの生活をしている町田市で40万、相模原市で60万、この漁師だけでも100万人の人たちが生活しております地域ですので、ぜひこの平穏であってほしい。この取締りも強化してもらいたい、そういうふうに願うわけであります。吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉でした。町田駅からご案内しました。終わります。